タワラ鉄太郎7月13日隊は、日本の政治家。元三好市長、元池田町長、元徳島県議会議員、徳島県三好郡東家山村生まれ、早稲田大学中退。衆議院議員秘書を経て1985年に、徳島県議会議員に初当選し、1997年から2年間は、徳島県議会議長を務めた。 4期目の1999年に辞職。同年4月の池田町長選で、初当選。2003年、再選。また池田町社会福祉協議会長やみよし、西部合併協議会長なども歴任した。2006年3月1日、池田町は、美濃町、池田町、山城町、伊川町、東岩山村、西岩山村と合併し、みよしが発足。 これに伴って4月16日に行われた市長選挙に出馬し、伊川町長の中田樹清文を破り初当選した。2010年、全市議会議長の二尾健次らに候補を破り再選。2013年6月3日、健康上の理由により辞職する意向を表明。同年7月23日、辞職。2016年11月、朝日中受賞を受賞。厚生。 議員名簿、歴代議長、副議長名簿、会派名簿、徳島県、2021年5月10日閲覧、三好市編、市民オンブズマン徳島、2017年1月29日閲覧、過去の選挙結果、秋の叙文、毎日新聞、2017年1月29日閲覧、ありがとうございます。